こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。今日は商品探しのヒントでね、まあ、ちょっと日本のバブル時代のエピソードを解説付きでいくつか紹介したいと思います。まあ、なんでバブル時代の話、商品探しに関係あるのかというとね、まあ、今の日本だと、そのあまりにも景気悪くて渋いんでね、 まあ値段を比べて最安値しか売れないとかね、バ、え、カ、ー、げたもんが高く売れないっていうのを、まあ、どうも、えー、吸い込まれてる。まあ、それが商品探しの障害になってるっていう場合があるんだなってことに、まあ、気づきました。というのはね、えー、商品なかなか見つからないという会員さんの、まあ、どういう探し方してるのかなっていうのでね、えー、聞いてなかなかなんで見つからないのか不思議だったんで、まあ、とりあえず私が、えー、見つけた商品を まあこういうのを私、納品しますというのでね、納品作業を手伝ってもらう形で商品を送ったら、これなんであの、3倍に全然ならないし、儲かんないのに扱うんですかという話をされて、え、いや、全然あの、3倍どころか4倍、5倍で売るつもりだけどって思ったらね、その方は、最安値と比べてたと。最安値じゃなきゃ売れないっていうのはもう、これあの、日本だけです。ね。で、そもそも、カートを取ればね、 まして、スマホでカートで、えー、カート取ってる商品見てね、えー、他に安いのあるかななんていう探し方、まず、オーストラリア人、しない人が多いんで、もう全然最安値なんか気にすることないです。あのカート取れれば、ね、最安値じゃなくても全然売れる。FBA 使えば最安値じゃなくても全然売れるというのがね、えー、基本です。そんなわけで商品探しの手順、ね、 まず、出品価格はこの最低価格と最高価格の間で出すしかないんですけど、ただね、これ、こんなに幅あるんですね、ある商品だとね。で、これ、ね、高いのだと58ドル、最安値13.58ドル。これを13.58ドルで見つけてて、この時点でね、日本の仕入れの3倍になるとかってやったら、もう商品あるわけないというのがえ実際のところです。で、そうじゃなくてね、この商品の場合は、この中に、この中に、 最低額と最高額の間にアマゾンが、アメリカのアマゾンが20.48プラス総量で出してて、ということはアメリカのアマゾンですら、これはね、32.43ドルが、まあ、適正額だろうということで出してるわけですから、もう13ドルから見たらね、2. 何倍、3倍弱の金額になるわけですよね。で まあ幅がありすぎるんで、じゃあこういう時はってことで ebay で価格をチェックする、オーストラリアの ebay で価格をチェックしたら、制約は30ドルか60ドルで決まってると。ということはもうこれ、やっぱアマゾンの価格が適正なわけですから、この最安値で見たら、えー、私がね、シーダー価格の3倍に満たないですけど、逆にこの30ドルとかね、えー、ましてや、えー、もっと高い値段で見たら、もう5倍、6倍になってきます。 そんなわけで最安値じゃなくても売れる商品がありますんで、まあそういう商品を探すというのがね、商品探しの、えー、基本です。鉄則です。でね、何しろオーストラリアは、まあ浪費家なんですけど、まあオーストラリア人が浪費家浪費家っていうのは何度も言ってるんですけどね、まあそういえばほとんどの会員さんはオーストラリアに行ったことないと。まして住んだことある会員さんなんていうのはね、オーストラリアで住んで、えー アマゾンにして取り組んでいる人しかいない。まあ、ほんのごく一部。大部分の日本人の人はね、日本人の会員さんはオーストラリア、オーストラリアの話してもね、まあ、どうもいまいち実感湧かないんじゃないかなと思いますんで、じゃ逆にね、まあ今の渋い日本、ね、この日本人も、かつて浪費化が大量発生時期がありました。まあバブルですよね。まあこのバブルの時のエピソードをね、まあちょっと拾ってきたんで、まあ、ちょっとこれあの、 ね、あの紹介の仕方が悪いん、ね、で前つばなエピソードになっちゃってんなっていうのもあったんでそれ解説加えていくつかご紹介しますバブル時代のエピソード、ね、まず流しのタクシーを止めるのに一枚円札を持ち手を振っていた、ね、これバブルでゴーでね、えー、こういう描写があったみたいでこのエピソードのおかげでねなんかバブル時代の話ってネタでしょという形になっちゃってるみたいなんですけどこれ一枚円札を手に持ってね えー、振って、タクシーを止めてたのは、飲み屋街のボーイさんですよね。これはあの、タクシーにお客さん乗っけてけと、この1万チップだからというのでタクシー捕まえるのに使ってたわけですから、ね、領収書くださいとかいうね、サラリーマンが、えー、1万円お金持ってるから乗せてくださいって1万円札振ったって止まるわけがないと。ちょっとね、映画のこれ、あの、シナリオの作り込みが悪かったんじゃないかなと思います。でね、 あの基本的には飲み屋に行くときは、まあ、この1万円札を手に振るよりもっと実際すごいですよね。タクシーで乗りつけて、でそのままチップを渡してね、あ飲んでる間待っててねとね。まあ、チップももちろん1000円、2000円じゃなくて、基本的には1万円以上渡して、でメーターを待ちにしてね、えー、メーター倒して待ちにして飲むと。だから、ねえー、行って帰る。 料金だけじゃなくて、チップ代と待ってる間の料金が何万円かかかるわけですから、すんごいタクシー割高でした。でも、そんなの気にせず払ってたって人は、基本的に高級店で飲む人たちだったということでね、あの、バブルで g でやったみたいだあの、普通のサラリーマン丸出しのやつが、一万円札手に持ってね、手を振ったってタクシー止まんないです。それはその通おり、ねえー。ちょっと使い方が違うと。 振ってた人たちはサラリーマンじゃないっていうのをね、あの、これ、分かってないと、前つばだね、バブルのエピソードってことになっちゃいますよね。それから、通勤時にバスに乗り遅れてタクシーを気軽に使えたことと、今では考えられませんと。まあ、そもそもバスっていう乗り物にあんま乗らなかったですよね。タクシー使うような人はね。まあ、ただ、この人は堅実なんでしょうね、えー。乗り遅れそうになったときだけタクシー使ってたと。まあ、これは割と普通にね、あった、あったというか、まあ、 解説ななくても信じじられるかなという感じですよねそれから会社の接待費が使い放題、帰りのタクシー代も使い放題でした。これまあ本当、実際この通りで、だから景気悪くなったらね、銀座のえ高い店、高いのにあんまりパッとしなかった店ね、バタバタ潰れましたよね、何しろ接待費がねあの厳しくなって、帰りも電車で帰れとか言ったらね、 いや電車、飲んだ後電車、タクシー代出ないんじゃ、飲み行きたくねえよって感じで、まああのー、バブルの時期だからこそ接待費使い放題、仮のタクシー代も使い放題だったということです。それから雑誌で紹介されていたレストランなど、週末にはよく行った、会社の経費で。ね、これはあの、意味わかんないと思うんですけど、接待でもなんでもないのにね、接待費ってことにしてね、経理に回してもね、経理でその文句が出なかったと。ね、だからね、 あの税務署に認められないような経費がボコボコ出してる会社ってすごいいっぱいありました。それから就活中のオービを訪問のランチやディナーはうな重やステーキなど豪勢なものばかりだったと。ねまあ、そもそもうな重やステーキが豪勢というかというぐらい、えー、バブルの時期っていうのはね合成でした。まあ、この方はもしかしたら通信関係なんでね通信関係ってバブルの恩恵を受けた中でも一番やっぱりしょぼいんで、まあ、やっぱりねあの 不動産だ金融だっていうとね、え、またうな重かよみたいなね、いう感じで、まあ、もっとすごいとこを連れてったりね、えもうほに行かれないようにね、海外に旅行に行って、監禁じゃないですけどね、あの就職活動できないように、もううち泣いてって形でもう旅行行けって言って、海外旅行行かしたとか、そういうのもありましたね。 それから、毎日叶えは株で数十万小遣いを稼ぎ、私は家業で万札が溢れ、前をクラブがよいと、ね。これ何やってたかわかんないですけど、まあ多分、ね、金融か不動産じゃないかなと思います。それから、ね、これ一番オーストラリアの人、バブリーな人たちが、なぜバブリーかっていうのは自宅が上がってるってことなんですけど、まあ日本も昔夢のように上がった時期があったわけですよね。 友人が1億円のマンションを購入したら次の日3億円で買いたいと言われたこと。悩んだ末、友人は入居するで売ってしまったと。こういうの実際ありました。1億円でね、ちょっと高いつもりで1億円で出して、その1億円のマンションを買う人が安,安いから素早く買っちゃうと。そしたらね、その1億円のマンションを見た人がね、あれ欲しかったのにって言ってね、 1>, えーまあ、1億円格安でしたよねみたいなね、あれ、この立地だったらね、もう1年も持てばね、5億、6億になりますよねって話をなんかするとね、いや、1億と言わずね、3億だったら欲しかったとかね、4億まで出しても欲しいとかっていう話があって、ですかさず、その、えー、もう高く買うと。こ 1>, 1億を3億ってのは大成功ね。極端な例ですけど、まあただこれね、1億が1億5千万とかね、あの1億5千万が2億ってその5千万ぐらい、要は50%アップぐらいだったらね、普通にあった。あったというか、 まあ昔の不動産業の仕事って、まあ大体夜のクラブがゴルフ場でね、あの仲間をちょっと飲んで、なんかいい物件ないって言ってね、あのこうまさに1億円で買ったのあるよって言ったらね、え、それじゃあ1億5千出すから売ってよって言ってね、1億5千万で買って。で別なクラブがゴルフ場でね、え、なんかいいのないって言われたら、1億5千万で買ったのあるよって言ってね、え、じゃあそれ2億円で売ってよとか、まあそういうのが、あの、 バブルの時期の不動産業の仕事でしたから、まあ、こういうエピソードは不動産界隈にはすごいたくさんありました。それから、お昼休みにタクシーに乗ってうなぎや天ぷらを食べに連れて行ってもらったと。豪華だったんですよね。ランチ時間も長かったし。これね、多分職場書いてないけど、まあ、この手のやつって不動産建設か、まあ金融でしょうね。は、こういうのよくありました。 それから、えー、彼女の誕生日祝いにディナー、ワイン、総額6万円、合わせて年齢も中居花の花束と、ね、観光庁に勤めてる人。えー、観光庁に勤めてた人が当時は23歳ですから、まあ、えー、当人がなんかね、えー、経費で使ったという可能性もあるけど、まあ、もしかしたらね、えー、株ね、あるいは不動産やってたかもしれないと。あの仕事じゃなくて、投資でね。 まあそういうので、結構この23歳の、ね、若いサラリーマン、あるいは役人が今ね、えー、彼女とのディナーに6万円払ってね、えー、ね分の赤いバラのハンダムとかあげるかって言ったらありえないと思うんですけど、まあこれ普通にありました。で、タクシーの運転手さんからお客さんから月16万チップもらってる話を聞かされたと。まあ何しろ、ね、女の人と一緒に飲んでる時とか、乗った時とかね、 あるいは、会社の上司が部下の前で乗った時に、タクシーの運転手からお釣りをもらうっていうのはまずありえなかったと。<laughs> こいつお釣りもらってるよ、すごい奴だなと思われちゃうんでね、お釣りは基本的にもらわないと。しかも、タクシーの代金払うのに、例えば、2500円ですって言われてもね、3000円出してお釣りがいらないって言ったらちょっとね、しけてるというか格か好悪いんで、まあ1万円札出してお釣りがいらないと。 ね、タクシー代2500円なのに、えー、チップ7500円かよみたいなね、い、え、う、ー、チップの相方をしてた、えー、人もいるんで、まあ、こういう、ね、16万ぐらいチップをもらってるっていうのは、まあ、別に多いんじゃなくて、普通に少なくてもあったと。でただ、ね、今話したこれね、実はバブルの恩恵を受けた人は限られてる。で恩恵を受けてない人はね、このバブルの世代に働いてたり、社会人になってても、これ、ネタだとしか思ってない人多いです。 で恩恵を受けたのは、不動産、建設、金融関係の会社に勤務してた人。もう全然ね、今と比較にならないぐらいすごい儲かってましたし、もうまさに湯水のようにね、仕事はあって儲かってたんで、まあ今言ったエピソード、全然、うん、まあ普通だったよね。そんなの普通でしょっていう世界ですね。それから、そういう会社には勤めてなくても、株式投資、あるいは不動産投資をしてた人。まあこういう人たちは、この、 バブルのエピソード、ね、実際に。まあそうだねっていう感じです。で私はね、まあ不動産関係の、まあ、業界のバブルのエピソード、たくさんあるんですけど、それ紹介するとね、なんか多分ネタっぽくなっちゃうんでね、えーまあ、今回はやめときますけど、まあ全然、えー、これぐらいは普通にあった話で。ちなみにオーストラリアのね、これはバブルは日本の昔の話ですけど、日本人も昔はそういう状況だったと。 でちなみにオーストラリアの不動産事情ね。このニューサースウェルズ州、シドニーのある州の不動産の、えー、物件ね。アパート。若干遠くに海が見えるアパートね。えー、3LDK 新築、えー、300万オーストラリアドル。えー、今のレートだと大体2億5000万ぐらいですね。で、えー、2LDK のペンタハウスは、えー、360万ドル、まあ。大体3億円。 で、この物件が、まあ、高いねって感じなんですけど、3年前はね、えー、海辺の、海の目の前の 5LDK の、えー、800平米のハウス2棟、これは、あの、2個1見たくなってるやつですね。えー、要は、買って貸すのか、まあ、えー、1個使ってね、えー、1個売るのか、あ1個貸すのか、まあ、そんな風な使い方ができる、えー、ハウス2棟が230万ドル。 1> だから1億8000万ぐらい、まあ、レートが違うんでね、えー、3年前だとちょっと高かったんで、もうちょっと上かもしれないですけど、まあ、800平米で230万ドル、ね、3年前はですね、で今はサイルディーケっていうのはね、えー、大体その別にオーストラリアだってね、そんなバカでかいのを作ってるわけじゃないんで、おそらくサイルディケって言ったら150平米ぐらいかな。 ぐらいのはずです。まあ、せいぜい200平米ぐらい。だから、4倍の広さがあっても2億円で買えたのに、今ね、4分の1の広さしかないのに、3億円になっちゃってるということですよね。あるいは4倍になったと。ね、まあ、同じようなもんでしょうって考えたら4倍になったという感じですかね。で、もっと遡って25年前、ね、日本がバブル崩壊して、まだ夢もう一度来ないかなと、ね、希望が持ててたような時代は、 パースの800平米の、えー、こういう家ですね。8万5ドル。8万5ドルっていくらって800万ぐらいですね。レート100円だとしても800万ぐらい。当時いくらだったかな。まあ何しろ80円だとして640万、ね。100円だとして800万ですから、その25年前の値段から比べたらもう何十倍って上がってるわけですよね。まあこれ。 パースとシドニーは単純に比べらんないですけど、今パースもシドニーと同じぐらい高くなっちゃってるんでね。まあそう考えると、ね、自宅持ってる人がいかに余裕かという感じです。まあこんな人たちを相手に商売するわけですから、まあ最低価格じゃないと売れないということは全然ないです。あの、すべての商品じゃないですけど、高くても気にしないで買う人が買うような商品であれば、ね、最低価格とか全然関係ないんで、まあそういう商品を探すときはね、えー 高く出してみる。高く出したら儲かる商品、ね、いっぱいありますんで、高く出して、高くても売れて儲かる商品いっぱいあります、ね。で、せっかく儲かる商品も最低価格じゃないと売れないんだろうって言って、最低価格で出してね、赤字ですとか言ってたらいつまでも儲かる商品探せないんで、日本だってね、今じゃ夢のような話ですけど、昔はね、こういう時代が、バブルの時代あったわけですから、まあ、オーストラリアは大体もうずっとバブルという感じです。 でオーストラリアの違うところはね、えー、不動産とか金融とかそういうのに限らず、もう最低、えー、賃金が、えー、定められていてで、平均所得が高くて、ねえーで、年金の元になる株は上がってて、人口増えて成長してて、ね、で自宅を買えば、えー、自宅が値上がっててっていう、まあ、その日本より恩恵を受けてる人の,、ね、あの数が多いです。人口少ないけど えー、バブルの時期の日本人よりもお今のオーストラリア人の方がそが景気のいい恩恵を受けている人が多いので、まあ、そういう、ね、前提で、まあ、分からんけど高く出すと高く出して売れ,る売れる商品を見つけるというのが基本ですしで私のサポートを受けている意味は、ね、私自身がその買い物依存症で、ね、そういうわけの分からないものを高く。高く 高くても、えー、気にしないで買う人が好きそうなものをね、えー、割と自分も買ってるから、まあ、そのね、に、えー、いというか感覚というかジャンルでねその、そういう商品を見つけましょうというサポートをしてるわけですから、まあ、商品探しの、ね、相談をしていただいて、で探すときは、ね、その最低価格じゃなく,なくても売れる商品に基本的に誘導して教えてるんでね、あの最低価格じゃなくて、きちんと調べて、で考えつく限り高く出すと。 えー、たくさん見つかって調べるのがめんどくさかったら、ね、可能性のある限り高い値段で出してみて、で、ちびちび下げて、ね、高く売れる可能性を探るという形でね、商品探しをしてください。は、ま、じ、あ、めから、安値じゃないと売れないと考えたら、全然儲かる商品なんて見つかんないんでね、まあ、そこの部分を改めるヒントになればということでね、えー、今日は思考を変えてというかね、えー、目先を変えて、 日本のバブル時代のエピソードを紹介させていただきました以上 Amazon 室サポーター堀秀夫でした